海上自衛隊は22隻体制を維持しながら VSL 搭載潜水艦を建造する方向へ舵を切っている中、中国の原子力潜水艦もまた数を増やし日本周辺にかなりの数潜航しているのをご存知でしょうか。今回は海上自衛隊最新鋭陣営をなど日本防衛の未来を詳しく見ていきますね。原子力潜水艦保有論がありますが、もう次期次世代燃料電池システムが登場しそうな気がします。日本の技術革新です。2023年5月現在、海上自衛隊が保有、運用する潜水艦の中で、最も新しい艦級が太平型であり、一番艦で、ネームシップの太平が2022年3月、そして、二番艦の枠芸が、この3月に収益を始めている。さらに、太平型の中では、すでに、昨年2022年10月に、進水式を終え、その式典において、ジンゲイと命名された3番艦が控えており、こちらも予定通りに今後準備が進めば、来年2024年3月に戦列に加わると召されている。日本において、ジンゲイという名称が海軍の艦艇に名付けられたのは、今回を含めて3回目であり、1回目の1880年代の外輪船、シンクジラ、2回目の1920年代のシンクジラ型潜水母艦の1番艦のシンクジラに次ぐものとなった。1880年代の外輪船、シンクジラは、明治維新から間もない1873年、かつての江戸幕府から明治新政府が引き継いだ神奈川県の横須賀造船所にて建造された、排水量が1450トン。全長が 82.04 メートル、全幅が 9.69 メートルの艦だった。当時の日本は、まだ国産で、こうした艦艇の設計を行える能力を有していなかったため、フランス人技師に設計を依頼しており、その用途は、皇族らの外洋への航海のための御召し艦とされたが、1892年8月に、現、韓国の仁川港を訪問したに止まる。続いて、シンクジラ型潜水母艦の1番艦のシンクジラは、基準排水量が5160トン、公試し排水量が7678トン、全長が 125.4 メートルの艦隊規模を持つ艦艇として、1923年に、まず、水雷母艦として就役したが、翌1924年に、潜水母艦へと艦首が変更された。当時のシンクジラは姉妹艦の長芸とともに日本海軍が初めて運用を行った潜水母艦と言えたが、時代が昭和に入ると海軍の潜水艦自体が大型化したために能力不足が顕在化し、後継艦にその座を譲り支援艦艇に回された。しかし、そうした後継の潜水母艦らは、太平洋戦争を前にして、航空母艦への改造が施されたため、シンクジラは、潜水母艦としての運用が再開され、最終的には練習艦に戻るも、悪化する戦況の中で、輸送任務に従事、1944年10月に、沖縄沖で、アメリカ軍航空機の攻撃を受け、沈没した。このように、特に、2回目の、シンクジラは、太平洋戦争という、時代背景もあり、収益開始時から、数々の役割を与えられそれをこなしてきた、感があるが、現在の、ジンゲイは、通常動力型の攻撃型潜水艦を全うすると思われる。ただし、同時太平洋型の一番艦、太平洋は、平成31年度以後の防衛計画の大綱において、その時点では、建造途中であったにもかかわらず、新型の装備を試す試験潜水艦への将来的な変更が示唆されており、動向は流動的だ。これは、
今年2023年3月に、タイゲイ型の2番艦である、ワクゲイが無事就役を迎えたことで、今の海上自衛隊で満たすべき、潜水艦22隻の実戦配備を謳った中期防衛力整備計画の体制を超過したために、そのように解釈されていた。昨年2022年3月時点で、この潜水艦22隻体制の内訳は、現時点では、親潮型9隻、双竜型12隻、タイゲイ型1隻で、合計で22隻となっており、今年2023年3月に、ワクゲイが就役したことで、1隻分超過するかに見えた。しかし、2023年3月17日、親潮型の4番艦である、マキシオが、練習艦への監視の変更を行ったため、今は、親潮型8隻、双竜型12隻、タイゲイ型2隻で、合計で、22隻の潜水艦隊の体制を構成することとなっている。この、マキシオの動きによって、親潮型は、全12隻が建造された中で、1番艦、親潮、2番艦、満潮に続き、合計で、3隻が、練習艦へと、監視の変更を受けたことになるが、マキシオに代わり、満潮が除籍された。この措置で、潜水艦の練習艦の体制も、2隻のまま維持されたというわけだが、万が一の有事の際には、これら練習艦が、実戦配備に復帰する可能性を考慮すれば、実質的には、今の海上自衛隊は、22隻プラス2隻の体制を敷いているとも言えそうだ。さて、人ゲイだが、その仕様は、基準排水量3000トン、水中排水量推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルとなっており、基本的に、毎級である、そう、竜型をわずかにサイズアップさせたものだ。新ゲイが搭載する機関部も、そう、竜型の最終の2隻、11番艦、欧竜囲碁と同様であり、川崎重工業社製の 12V2525S ディーゼル機関1機と、GS 湯浅社製のリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせている。そう、竜型の最終の2隻の場合、今の、ワクゲイと、同様の機関構成とはいえ、機関の最大出力は、5600馬力で、水中の最大速度は、18ノットとされているが、ワクゲイでは同6000馬力、同18ノットと推定されている。ただし、今後の、人ゲイに次ぐ対ゲイ型潜水艦の4番艦からは、この川崎重工業社製の 12V2525S ディーゼル機関1機に変えて、同社の2531型と呼称される新型エンジンに変更される予定であり、さらなる潜航能力の向上が見込まれている。そう、竜型とタイゲイ型の相違点としては、搭載する潜望鏡の形式があり、前者は貫通式のものと非貫通式のものを併用していたが、後者は、これが、非貫通式のもののみに改められており、より秘匿性を高めたと推察される。これは、非貫通式の潜望鏡であれば、高精度のデジタル画像として、艦の全周囲を非常に短い時間で確認することが可能となるため、潜望鏡そのものを海面に突き出す時間を短縮することができ、敵の哨戒網に探知される危険性を低下させたと思われる。潜水艦という艦首の最大の特性は、海中を航行することによって、敵から探知される危険性を最大限少なくすることにあるが、その場合でも、潜望鏡による時間の情報収集は必須であり、そこを探知されてしまう可能性がある。この潜望鏡を使用する時間を、非貫通のそれは、極力短くすることで、敵の哨戒網に探知される危険性を低減させるものであり、通常動力型の潜水艦では、必須となるシュノーケルによる、吸排気と合わせ、いかに、
その時間を短縮するのかがポイントとなっている。また、海上自衛隊の潜水艦も含め、それらがどの程度の先行進度を実現しているのかは、最大の軍事上の機密であり定かではないが、大芸型では少なくとも500メートル以上の先行進度を実現しているとの見方が多い。しかし、近年の日本の最大の脅威は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面に対する中国軍の進出となっており、これの島嶼部は比較的水深の浅い東シナ海に位置しているため、それに対する備えも強化されている。そのため、ジンゲイ等の大芸型では、これら比較的水深の浅い東シナ海での先行進度における静粛性の向上を図っていると召され、従来から非常に高いとされてきた、その能力をさらに向上させていると考えられる。また、それは、艦首部に6門を装備する 533mm 魚雷発射から運用される兵装にも反映されており、従来のは、地球式超魚雷よりも、先進度での能力を高めた18式超魚雷を、今後は主兵装として搭載していくことになると召されている。ちなみに大芸型のみならず、前級の、そう、竜型、前々級の親潮型でも、この 533mm 魚雷発射からは、長魚雷以外に、も、UGM-84 ハープーン巡航ミサイルを運用可能だが、これは、対艦用途以外に、対地攻撃にも使用可能だ。